はい、どうもインチキおじさんの小沢です。大事なことは何回か言っちゃおうかなシリーズ、昔もこれネタにしたんだけど、この BB 見てください。あの送ったリンクっていう形状ですね。いわゆるホローテックは7700の時代のものです。この次の7800の時代からはホローテック2になって、まあああいう今になって続いていくわけなんですけど、で今のねホローテック2のタイプの BB に比べてちょっとこのデリケートなんですよ。その工具を差し入れる部分がね、こういう工具、一番良いであろう工具がこのタイプですね。中に突っ込むやつね。でこれが手だけじゃダメなんで、私はこれを使ってるんですよ。ハンドバイスっていう商品かな。これはあれですよね、ホームセンターなんか行けばこれ売ってるやつなんですよね。これをこうやって最初に軸と工具のところにつけて締めてやれば、圧縮する力がねこの工具で賄えるので、もうこう片手で工具を BB にリングに押し付けてもう片っぽの手で回すっていう危なげな作業はしなくても済むようになるわけ。インチキおじさんこれから工具を動かしてやるんだけど、あのハンドバイスのおかげで押し付けなくて済むんだよね。だから集中してるわけ、回す方に。よっこらちょっと、あ結構硬かったね。やっぱ最初からこの対応しててよかったわけよ。滑ってからじゃ遅いんですよ。すごいデリケートなこの綺麗な縁が、 BB のね縁がね、工具が滑ってバリッてなっちゃうと傷ついちゃうでしょ。もう一回使うかもしれないのにね。でこのようにね、ちょっと緩んじゃえば、あとはさっきみたいなバイスをつけなくても全然大丈夫なんですけどね。はい、くるくるやって取れました。こんなのがついてんだよね。ものすごい軽量にできていて、アルミ製なんでね、これなんかバリッてやったら怖いんだよね。でほんでまあ右側もね同じようにね、右側はジスは逆ネジですからね。まあなんかそんなことも最近はねじ切りが少ないからね、忘れがちですよね。で4個らちょっと同じ方法でやってます。もう最初からねこのハンドバイスかけちゃった方が安全。うん、人の力で押し付けるのはもう怖くてできないね。でちょっと回しゃあとはね、こっちもね右側も、くるくるってやって取れば、はい、無事に取れましたと。まあ地味な話ですけどね、ハンドバイス便利だと思いますよ。使ってみてください。どうもね。はい。